メガネの王さん。あ、そうなん。うん、むいチャンネル OK じゃないよ今日は。うん、こんにちは。こんにちは。本日は、福井県の福井市と鯖江市の境にある文殊山という山の、無料駐車場に来ています。ここの無料駐車場の名前は、二上駐車場という名前の駐車場のようで、この文殊山なんですけれども、標高365メートルととても低くて低山です。今日は楽しくゆっくり、遊びながら登っていけるかなと思いますんで、リラックスして登っていきましょう。なんか一言話してよ。いいよ。何で話したい？何でもいいよ。好きなことどうぞ。何言いたいか分からん。そしたら、もう早速この二上登山口がもうこの正面にありますんで、二上登山口から、登っていきたいと思います。この駐車場なんですけれども、トイレがあります。むいちゃん行くんやったら行ってきよう。行ったよ。出た？うん。オッケー。もう駐車場のすぐ横がこれ登山口になっています。で、この文殊山なんですけれども、四方八方、10か所ほどの登山コースがありまして、その中でも、1番かな、1番2番ぐらいに有名なのがこの二上コースということです。平日なんですけれども結構駐車場車いっぱいです。よし、そしたら登山口から登っていきましょう。これ何？いや別に気持ちや、こんなんで。ほら、ここに杖持って帰ったらあかんね。あ、もちろん持って帰ったらあかんよ。今度持って帰ってどうすんの？いらんやな。もあのさ、うん、使ってない木使ったらいいだけ。うん、まあとりあえずこれも低山やから必要ないんで、もうこのままじゃあ登っていきましょう。二上コースは、大人で約2時間半で往復のコースなんで、むいちゃんの足だったら大体3時間ぐらいできるかなと思います。なんでもう今日も荷物軽装で、荷物もほとんど持ってきてません。むいちゃんのリュックもなし、カバーだけです。じゃあ開けてください。そんな感じか。反対ちゃうの？何してんの？コメントでさ、うん、最近なんでメガネのおっさんしないんですかっていうコメント来てたけど、うん、最近なんでメガネのおっさん入れへんやった？思いつけへんかった。思いつけへんかった。緩やかな坂道やな。熊出没注意となってます。ここ分岐点、登ってきてすぐ分岐点なんですけれども、二上コース左ってなってますんで、左から上がっていきます。でも雲って大丈夫？出てきたらどうする？食べられちゃったらどうする？いやいや。すごい綺麗な道やんか。なんなんそれ。いやもうこれモザイク入れとくからこれ。めっちゃ綺麗な道ほら。おっとっとっとって。よく書いてる。虹色や。めっちゃ綺麗。小学5年生やってこれ作ったん。すごい上手。2022年11月、最近やん。最近？うん。いやこの道のさ、いいところっていうのは、うん、ヘビ。ヘビ。びっくりした、うん、急に出てくるからさ、うん、大丈夫やったよな。びっくりした。この道が、この二上コース文字山の二上コースが有名なんがなんとなく登って5分ぐらいで分かったわ。まず道が綺麗、まずヘビがおったで道が広いで日陰が多い木陰が多い、これは歩きやすい。姉ちゃん歩いてだいたい15分ぐらいやけど、目の前にベンチがあります。歩いて15分でベンチある。休憩したい？いやいや。何？いやいや。はい。え？ん？座りたいな。ちょっと座ろうよ。そういう時もあるよ。な。で姉ちゃんのタイミングでまた上がっていこう。今日は時間たっぷりあるんだよ。遊園地？うん。で今度行く？なんかガタガタって聞こえたら遊園地行きたくなってきて。そう今のガタガタの音ジェットコースターの音ちゃうで。あれはショベルカーがなんか工事の音やで。でも遊園地行きたくなって工事現場。お、これだ。また遊園地行こう。でさ、もしちょっと余裕あったらさ、次回っていうかもう今度。また。そう遊園地、ぬいちゃん遊園地に行くの巻とか言って、それでもいいじゃん。そういう撮影でもな。こんにちは。お、ギギ登ってきた。はい。もう一回お化け屋敷来て。あ、そういいよ。また違うとこもっと怖いで、他のとこ。生駒のとこそんな怖くないけど、他のとこは怖いと思うで。いやいや。できた言うたらいいよ。なんかさ、なんけどさ、パパが言ってたさ、展望台もある。これ、ここ。あ、そうそう。このモンデ山はな。このモンデ山はずっと上上がっていくと、展望台あるみたいなんですよ。うん、福井市と、鯖江市かなを見渡せる綺麗な展望台があるみたいなんで、そこ向かっていきますか。あのさ、パパが化粧していったらどうなる？化粧？うん。何の話それ？パパここさ、化粧してみたらどうなる？化粧してみたら気持ち悪いよ。めっちゃ女の子なんで。なれ女の子になれない。めっちゃ面白い。男のさ化粧してるどうなる？うん、まあする人もおるんちゃう？ヘビあんでしょ。うん、そう。うん、なんで急にそんなこと言い出した？椅子があちこちにあるな。本当だ。うん、多いわ。あちこちで休憩できるやん。な。ちょっとだけ行ったら休憩場所ある。ちょっとだけ行ったら休憩場所ある。なあ。いいな。いや、疲れた時さ、座れる。そうそう。体悪くてもゆっくりやったらいけそうやな。またアタッチもあんのに。ほんまやな。綺麗。すぐあるな。しかも結構まあ綺麗な椅子。こっちもあるよ。ほら。ちょっとこれは苔生えてるけど、うん、すごいよ。あっちこっちにさ、めっちゃ面白い。こっちもあるって、こっちもある、こっちもある、全部あるなあ。ここの岩もあって、ここもちょっとあってなあ。めっちゃ面白い。ここさ、ほら半田コースって書いてるのかな。ハンダコース、まあいろんなとこあんねやろな、コースが。もうこのまままっすぐ行こう、道なりに。涼しいな、やっぱこういうのいいな。めっちゃ綺麗ね、これ。もっと近く、この辺もいい、大丈夫。持ってたらどう？気持ちいい。そうだよ。あんまり冷たくないな。あ、冷たいやん。めっちゃ冷たい。気持ちいい。うん、最高。最高やなあ、後ろ見たら見てほら。後ろも結構景色綺麗よ。うん、いいな、こういう田んぼの景色もな。綺麗で。小文殊、大文殊まで30分。奥の院まで45分。ちょっと今日は奥の院はやめとこうか。うん、大文殊まで。時間ない。うん、大文殊まで行きましょう。でさ、この山さ、山頂には、文殊菩薩が祀られてる大文殊の本堂があります。で、今日は、そこをゴールとして、登っていきたいと思うんですけれども、途中で、さっきもお伝えしたように展望台なんかもあったり、で、その大文殊よりさらに奥に行くと、奥の院、別の場所には胎内くぐりって言われてる、スポット、名所みたいなところもあるみたいです。今日はとりあえず大文殊まで目指したいと思います。前らへんはこれをちゃんと書いてくれてるから、右、文殊山、山頂。行きましょう。そう。帰ったらいい。これで終わりや。でもまだついてるし。終わりや。帰って洗濯してるだけだ。あ、すごい綺麗な道。何これ。まっすぐやな。里山トレイルってね。何書いてんのか。まっすぐ行けって書いてんのか。まっすぐかな。階段が続いてるからまっすぐなのかな。右はこれ休憩するとこかな。ちょっと一回右行ってみようか。右。上からも行ける。どっちからでも一緒です。さっき階段上がったらここから上がってくる。ほら。ほら、トイレや。トイレ？あ、本当ね。あ、本当だ、トイレや。こんなとこトイレあるね。すごいな。登山口にもトイレあって、ここ今現在12時10分です。登り始めてから、55分ほどのところにトイレありました。熊ってさ、ここ木は入ってんねん。そうなの？見たことあるの？父さんも木は。あ、本当だ。ねえ、そうだよね。あ、休憩するとこあるよ、ここ。ちょっと休憩するじゃん。お水飲む？うわ、椅子もいっぱいあるよ。これどっか好きなとこ座れるじゃん。鳥ってさ、でかい鳥ってさ、蜂食べるの？どうなんやろな。食べる鳥もおるかもしらんな。でも刺さって死むんちゃう。どうなんや、そんなどんくさい鳥もおるかもしらんな。消してるんやろ。つけてるって、取ってるって。ほんまに？ほんまに取ってるよ。ほんまに？うん、後で見たらわかるよ。取ってるっての。あれ、ここが古文殊っていうのかな。一禅文殊。ああ、すごいな、これも。あ、古文殊っていうんか、やっぱり。あ、大文殊と思った。大文殊っていうのこれ。古文殊、大文殊。ちょっとここまっすぐやな、そしたら。でさ、運が良かったら日本カモシカが出てくんねんて、ここ。日本カモシカっていう動物おんねん。カモシカっていう動物がおんねんけど、たまに出てくんねんて。え、危ない。近寄ったらあんま良くないかもしれないけど、そんな危ない動物じゃないと思うで。そうなんや、ちょっとここが下りなんや。古文字越えたあたりが下りになってます。何て言うな？なんでそれ最初から持っとったやん。それなんでこれじゃん。何？カメラ。え、いいわもうか。ね、しんどいじゃん。また休憩の場所多いな。それにしてもベンチが多い。標識はこっちじゃなくてここかな。ほら、おお、座るとこだよ。ここやな。大文字本堂奥の院まっすぐ。ベンチってさ、椅子のことやろ。そうよ。こけたこけた。さて、ここからラストスパートかな、この階段、うん、展望台です。着きました。今、12時15分です。うん、あ、綺麗や。すごいいいな、田んぼめっちゃ綺麗。そう、どのぐらい綺麗？どのぐらい？ほら、ここらへん、のいちゃんみたいにここらへん来てみ。どこ？はいはい。まだまだ。反対向き向いてもいい？こっち？こっち行ったらいいじゃん。違う違う。え、こっちからでも見れるやん。ほら。あ、綺麗な。どっちも。どっちもオッケーやな。うん。まあまずこっち行こう。これサバエシかな。サバエシ。うん、綺麗な。素晴らしいな。茶色で反対見てみ、ほら。反対？これは福井市になります。いや、低山やけど。侮れないよ、これは。気持ちいい。気持ちいい、風めっちゃ気持ちいい。最高やな。で、フーしてもこっちから飛ぶ。やってみてじゃあ、フー。こっちが飛んだ。そう。フーしてこう。あ、フーして。空気が顔にまたペチャっとくっつくの。うん。でやめとったら。はい。もう行こうか。行こうか。あ、お地蔵さんか。お金入ってる。取ったらあかんね。絶対あかんやつ。ハート。え、誰や。本当だ、ハートやんし。どこもハートや。な、ここにも、ここにも。ほんまやな、これもハートっぽいし、これもハートっぽいしな。うん。なんか、これもハートっぽいし、これもハートっぽいし。なんか、そういうところ。わからん。ハート欲しい。ハート探し、山登りずっとしてたらハート見つかると思うで、石。これから山登りの間にハートの石探すっていう目標ができたな。でも8本あったら何でいいか。葉っぱはさ、破れたりするから石の方がいいんちゃう？いいよ。めっちゃあるから。1、2、3、4、5、6、7、8。なあ、これはついたんちゃうかな、ほら。それあっち見に行く。そっちから行く。ここから上がっていこうよ、先。あ、どっちからでもいいじゃん。なんかこの本とすごい綺麗に見える。乾いてきた。男。姉ちゃんここ書いてるよ、ほら。大文殊山本堂。山頂365メートル、到着しました。休憩しようか。確かこの一前五山のうちの一つに白山が入ってんねん。白山ってめっちゃ高い山。ここにおるの。今度一回登ってみたいな。向こうちゃうかな、あっちの方、向こうの方に。あ、あれちゃうか、ほら雪山あるやん、これあれ白山やで絶対。ほらすごいめっちゃ高いやん、雪山やんこれ。ほら5月やのに雪もうびっしりやで。ほらわあ、あそこあんな調整できるか。できへんよ。できへんのかい。頑張ってやったらできるやん。そう頑張ってできる。うんで頑張ろうか一回。うん待ってなあ、いいなあ、登ってみたいな。うんちょっととりあえず休憩しましょうか。結構これさ椅子とかいっぱい置いてあるしさ、すごいな。はいはいはい。いただきます。今日のご飯はお蕎麦。お蕎麦です。いやおお入れすぎちゃうかそれ。じゃあどうしたらいい。ちょっとずつ入れたら門司山山頂で食べるお蕎麦どうですか。美味しい。美味しい、よかった。みんなで食べたらめっちゃ美味しい。みんなで、マヌータ一人しか食べてない。二人ってめっちゃいいよ。そう、じゃあパパも食べよう。いただきます。いいよ、これ食べて。パパおにぎり。と。チキン。チキン。はい、チキン。美味しいよ。虫なんかおるよ、ここに。あ、取る取る。虫ここに入れちゃったみたい。入れたよな。来てないかったから。ちっちゃい虫も見えへん虫もあるから。入れる。明るすぎるな。そしたら、お昼休憩終わって今1時10分1時15分ぐらいです、うん、そしたら今から、もっと来た道戻っていきましょうか、はい、はい。ちなみにさ、この大文字から奥の院までは、ここから15分かかるそうです。願い事が叶うように飾っているこれ、なんかテスト合格しますようにとかそういう願い事を書いてここにぶら下げている。むいちゃんの願い事は何なの。トランポリン。トランポリン。トランポリンが何欲しいから。まだ欲しかったトランポリン。うんあそうなんや。だってさ楽しいもん、ビョンビョンビョン高くまで行ける。あ、そう。正解。これってできるの。これ、こっち。なんだそれ、正解。強くなっても違うやつ変わりたくない。強くなっても違うやつ変わりたくない。どういう意味かわからん。なんかさ運動してめっちゃ力強くなったらさ、なんか違うやつなれるやろ。違うやつって何？例えばなんか例えば、なんかめっちゃなったりするよ。何なの？なんかゴジラとかゴリラとか、ゴリラゴリラなんかなりたくないよパパ。なんか運動強くなったらゴリラとかなって。いやいいそんなん。でもぬいちゃんはなりたくないな。いやいや強くなってもぬいちゃんはぬいちゃんや。大丈夫。強くなってもぬいちゃんは可愛いぬいちゃん。だからいいやんそれ。やめて。もうそれやるとさ、それやったらさ、ここにはもうハエがたかるからさ、帰ってきれいに消毒しないと。じゃあ潰れんで。潰れへんよ、そう簡単には。あ、ほんまや、登山口早いな。うん、ここまっすぐじゃ駐車場や。早いぞ、まっすぐや。本当だ、なんか落としたかな。はい、はい、ありがとう。じゃあ閉めるわな。はい、あ、ぬいちゃん忘れてる。ぬいちゃんお疲れ様。お疲れ様。今文殊山二上登山口無料駐車場に戻ってきました。はい、時刻が、まあ、今2時かな。2時。この登山口から山頂までが約1時間半で、山頂から大文殊からこの登山口まで降りてくるのが40分ぐらいやな。早かった、すごい早かった。なので合計でも2時間10分ぐらいのペースで帰ってこれました。これ多分成人やったらもっと早くなるのかな、うん、結構お手軽ハイキングコースって感じやったな。じゃあさあ、ぬいちゃんどうでしたか今日は。まあ、今朝、それはもう何もないやん。何もない？なんかさ、あのさ、最後にあったん違うかったな。最後にあったん違う？なんか展望台さ、なんかさ、最後にあると思ったら半分にあったな。ああ、そういうことか。そう、展望台は大文殊の山頂よりもっと手前にあったな。場所がちょっとな、あの展望台があるとゾウさんが口が開くねんな。なあ、だって開いたもんな。風って強いからボーな。それぐらい風きつかったもんな、あそこな。ただまあ、すごい今日はあったかい日な、暑いぐらいの日なんでちょうどいい風やったかなって感じやな。気持ちいい。まあそれよりもやっぱり今も5月でも結構今日なんか暑いやんか。暑いのにやっぱりこの文殊山の上から雪がな、そうそう見えたな、あの白山。なんでやろ、あれが良かったな。5月にさ、やっぱり雪山見れるっていうのがさ、降ってなかったのになんで雪やん。積もってんねん、上の方は寒いから、高いとこ寒いから。あれ多分白山やと思うで。一回登ってみたいな。そしたら、今日はもう帰りましょう。はい。ぬいちゃん、じゃあ最後に一言、面白い一言お願いします。面白い方ってどんな方？なんでもいいよ。じゃあ、罠であって OK って出ちゃう。罠であって OK。ね？それ何もないやん。あとは何て言うてんの。じゃあ最後あれやね、久しぶりにちょっとコメントでな、メガネのおっさんあったからやってもらおうか。メガネのおっさんしてくださいってあったんで。メガネのおっさん。